皆さんこんにちは、ともり新田です。今日はですね、ドラッグストアで見つけたデパコス並みのシワ改善化粧品を3つご紹介したいと思いますので、最後までご覧ください。シワ改善化粧品、もうね、ほんともう続々と出てきてますよね。で、私この動画でいつも言うんですけれども、シワ改善という機能を標榜できるものにはですね、種類がありまして、まず本当にシワ改善って書いていいものだと、入っている有効成分は、まあ、レチノールかナイヤシンアミドかニール1、この3つじゃないとシワ改善っていう風には書いちゃいけないんですね。ただシワの中にも本当にくっきりとしたほうれい線だったりとか、目尻のちょっと深めのシワだったり以外に、乾燥から起こる小じわっていうものもあるんですね。乾燥から来る小じわっていうのは、まあ、保湿をしっかりしたりとか、あとはその小じわを改善するテストというものがあるんですよ。で、このテストに合格したら、この乾燥による小じわを改善する評価テストをクリアしましたっていうものは書けるんですね。なのでシワ改善が本当に皆さんが悩んでいる深いほうれい線だったりとか、まあ、眉間だったりとか、目尻の深いおしわなのか、それとも乾燥から来るシワなのかによってもまた変わってくるということを、まず冒頭でお話ししておきたいと思います。それを分かった上で、自分が、あ、もう乾燥による小じわを、まあ、改善するというよりは乾燥による小じわを目立たなくするっていう風に書かれてると思うので、日によっては今日は乾燥感があって小じわが目立つなっていうものを目立たなくしたいのか、それともやっぱりできてるシワを改善したいのかっていう、自分がどっちのタイプかっていうもので、シワ改善とかシワに対するアプローチの化粧品を選んでいただきたいなと思います。では早速、ドラッグストアで見つけたシワ改善化粧品、一つ目はこちらです。肌美声シワ改善クリームです。私が買ったものはここにね、数量限定で 3D マスク付きって書いてあるので、もしかしたらこのクリームだけが売ってるパターンとマスクが入ってるパターンとあるのかもしれないんですけど、私はこのクリームに1枚だけ 3D マスクが付いているっていうものを購入しました。で、中を開けてみるとこんな感じで、薬用シワ改善クリームとシートマスクが1枚入ってました。今回はこのシートマスクというよりも、このシワ改善クリームっていうものを詳しく解説したいなと思います。こちらの肌美声プレミア薬用シワ改善クリームの有効成分というのはナイアシンアミドです。で、ナイアシンアミドが入っているということはですね、こちらは本当にシワ改善ですね、くっきりとあるようなシワを改善するという有効成分が入っています。で、ナイアシンアミドっていうのは本当にすごくお利口さんの成分で、表面の方では、美白ですね、まあ、紫外線が当たったりとかしてメラノサイトっていうメラニン色素を作る細胞に指令がいって、メラニン色素ができてしまったものをちょっと改善したりとか、そういったいかないようにしたりとか、で、あと真皮の方に行くと、まあ、コラーゲンとかエラスチンの断裂とかを防いだりとか、再生を促したりということになるので、表面ではシミ予防とかシミ改善とかで、神秘ではシワ改善というように、本当にダブルで効いてくるようなとてもお利口さんの成分になります。でも皆さん、なんかナイアシンアミドいろんなものに入ってるじゃないですか先生、なんかちょっとパンチ弱いんですよねって思うかもしれないんですけど、最近はこのナイアシンアミドに何の秘伝のタレじゃないですけれども、素材を組み合わすか、どんな成分を組み合わせるかによってナイアシンアミドをこう後押しするような商品がたくさん出ています。で、これもですね、ナイアシンアミドはもちろんなんですけれども、こちらの、まあ、秘伝のタレじゃないですけど、サポート成分としてハス種子乳酸菌発酵液っていうものが配合されています。このハス種子乳酸菌エキスっていうものはですね、真皮にある繊維が細胞の活性を促して、それによってシワを改善する効果が期待できるんじゃないかなって言われている成分なんですね。なので、もともとナイアシンアミドでコラーゲンとかエラスチンが酸性を促す、プラス繊維が細胞の酸性を促すというようなものをダブルに加えてシワを改善していこうというものだと思います。で、そこにですね、キメを整えるっていうような抑因人だったりとか、あとはヒアルロン酸で、ユズセラミド、このユズセラミドっていうのは植物性のセラミドなので、ヒトセラミドとかに比べれば保湿成分としては少し弱いんですけれども、セラミドっていうのも入っているので、もちろんこれはですね、シワ改善クリームって言って部分的なものなので、お肌全体に保湿というよりは部分的なものなので、そこはそこまでこだわらなくてもいいかなと思います。とにかくやっぱりナイアシンアミドに、まあ、サポート成分としてハス種子乳酸菌エキスというものを入れていくということ、これがとってもいいんじゃないかなと
と思いました。で一応1枚だけねついていたこの 3D マスクもですね、同じようにナイアシンアミドが配合されていて、こちらにもヒアルロン酸ユズセラミドというものが配合されています。化粧水とかで潤した後に例えば 3D マスクをして、そこでもナイアシンアミド入れて、で部分的にこのクリームを使うっていうやり方だと本当にシワ改善、まあ、徐々にねしてくれるんじゃないかなと期待できるクリームかなと思ってご紹介しました。続いて2つ目はこちらです。アンレーベルラボ超高圧浸透型レチノール配合エッセンスです。これ開けてみると中身はこんな感じのちょっと不思議な入れ物に入っていて、こう開けるとこんな感じの透明の本当にとろっとした美容液になります。こちら名前にですね、超高圧浸透型レチノール配合エッセンスって書いてあるので、先生これはシワ改善の中のレチノールが配合された美容液ですねって思った方もいらっしゃると思うんですが、それはまあ当たってるようでちょっと違うっていうような感じです。まあそう言うとね、これがあんまり良くない風に聞こえるかもしれないんですけど、それとはまたちょっと違うので最後まで聞いてください。このエッセンス自体はシワ改善とは実は書いていないんですね。こちらに書いてあるように、乾燥小じわを目立たなくするって書いてありますよね。この下に効能評価試験済みって書いてありますよね。要はこの乾燥小じわを目立たなくするための試験に合格してますよっていうことになります。これが冒頭でお話ししたちょっと深めのシワを改善するっていうものとはまた違う、乾燥小じわを目立たなくするという分類の美容液になるんですね。でこちらの方は例えばその有効成分レチノールだったりナイアシンアミドだったりとか、あとはニール1、その3つが入っていなくてもしっかりと評価テストというものをクリアすればもらえることができます。でもこの評価テストがまあ大変なんですよ。なのできちっとした評価テストをして出すっていうのは結構お金もかかるし、そしてちゃんとした製品じゃないと出せないので、ドラッグストアのそこまでお高くない商品でこういう風に評価機能テストをクリアしてるっていうのはとてもとても素晴らしい製品だなと思います。なので実はこれに入っているこの超高圧技術の浸透型レチノールっていうのが何かっていうと、成分名で言うと水天レチノールという風に書いてあるんですね。でこれは要はレチノールの誘導体になります。でレチノールの誘導体っていうのは結構私の動画でもよく言う攻めではなくて守りのレチノール、ビタミン A ですね。守りのレチノールっていうとパルミチン酸レチノールとか酢酸レチノールというものがとても有名なんですが、じゃあこの水天レチノールってどういうものかっていうと、パルミチン酸レチノールとか酢酸レチノールといったものよりもとても分子量が小さいので角質の奥までしっかりと浸透していくよっていうようなものになります。ただパルミチン酸レチノールも酢酸レチノールも肌に行ったら分解してレチノールに変換されるということがあるので、どっちがいい悪いではないんですけれども、やはりそのレチノールの誘導体っていうものをゆっくりゆっくりこう長年じわじわと使うことっていうのは、お肌にとっては水分量を上げたりとかシワができにくいようにしたり、まあ要はこちらでいう乾燥の小じわを目立たなくするということは期待はできると思います。なのでそのシワ改善という風な効果効能を歌えるわけではないんですけれども、長期間で見ることによってはとてもいい美容液なんじゃないかなと思って今回ご紹介しました。続いてのシワ改善化粧品はこちらです。ザ・レチノタイムリンクルモイストクリームです。ここには思いっきり薬用シワ改善って書いてありますね。で、多機能オールインワンなので、もちろんクリームとして使ってもいいし、このまんまオールインワンとして使ってもいいようなものになります。中身はこんな風なジャータイプになっていて、開けるとこっくりというよりもクリームタイプになります。肌にのせると本当にしっかりとしたクリーム、まあオールインワンというジェルっぽいものよりも本当にしっかりとしたクリームっていう感じ、ベタつきっていうのはないわけではないんですけれども、ちゃんと膜を張ってしっかり保湿してくれるよっていうようなリッチなクリームタイプになります。これはですね、ここに思いっきり薬用シワ改善って書いてありますから、有効成分が入っています。その有効成分はナイアシンアミドです。あれ先生、ナイアシンアミドだったらさっきも聞きましたよって思うかもしれないんですけど、さっきも言ったんですけど、最近っていうのはこのナイアシンアミドに何をプラスしていくかっていうのがとっても重要になってきています。でナイアシンアミド、さっき
言ったみたいに表皮にも真皮にも効いていくもので、真皮に効いていくとシワ改善になるんですが、実はこれにはレチノールパルミチン酸エステルといういわゆるレチノールの誘導体が入っています。でさっき水天レチノールの時にも話しましたけれども、レチノールの誘導体というのは長期間、もちろんねシワ改善というふうにそれ自体で言えるわけではないんですね。レチノールに比べて緩やかにお肌に効いていくっていうような、攻めというよりは守りのレチノールになっていくので、すぐに何か手応えをというよりは、それを組み合わせることによって皮膚がちょっとパーンと張ったような水分をこう含ませたようなお肌にしてくれて、本当に使い続けるうちにシワを改善してくれる効果が期待できるものになります。なのでナイアシンアミドにプラスアルファ、この私も大好きな守りのレチノールの誘導体が入ってるっていうのは、ちょっと私の中でも驚きだなと思いましたし、これ自体も本当にお求めやすい価格帯だったので、顔だけじゃなくて首元とか使うにはすごくいいんじゃないかなと思って、こちらもご紹介してみました。まとめると、シワ改善ってちゃんと明記していい有効成分が入っているものとしたら、ナイアシンアミド、レチノール、ニルワンなんですね。でニルワンはポーラしか使えないものなので、だいたいナイアシンアミドかレチノールが入っているんですけれども、最近はナイアシンアミドにプラスアルファ何を使っていくかっていうようなものが、お手頃価格のプチプラだったりドラッグストアではすごく花盛りになっております。なのでそういったものを、少し選んでいただくっていうのもいいですし、そこまでではない、まだ20代後半とか30代前半だったら、そこではなくて乾燥小じわを目立たなくするっていう評価試験っていうものが行われているものでも、私としては十分だと思っています。でその中でも守りのレチノールとかが入っているものだと、長期間使うことによって乾燥小じわだけじゃなくて光老化だったりで起こってくるような加齢によるシワっていうのも防御できる可能性があるんじゃないかなと思っていますので、私もドラッグストアにこの前行って、どれがいいかなっていろいろ探してみたので、ぜひぜひ皆さんも近くのドラッグストアでそういった目線でシワ改善の化粧品見つけていただけると嬉しいなと思います。いかがでしたか。今日はこんな感じでシワ改善の化粧品、ドラッグストアで見つけたやつをご紹介してみました。皆さんもぜひ自分に合う化粧品探してみてくださいね。そしてまだチャンネル登録してないよっていう方は、ぜひぜひチャンネル登録していただいて、いいねボタンとか押していただいたり、コメントを書いていただけると大変嬉しいです。ではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。さようなら。